ん、おまえちゃん、かまんさん、ちべさん、キュービッシュさん、かまいちゃん、ありがとう。うん、まんたさん、すごい凍ったくまちゃん、ありがとう。すごい、くまちゃんまで凍ってる。納涼氷漬けギフト、あ、そうなんや。ちなみにこの間まで納涼、本当に納涼かっていう不安があったんですけど、今度縁日レーンでね、納涼って書くからそう覚えました。納涼、ちょっと嫌な気持ちになってきてるよ。大丈夫、片付けしてるの？うん、あと私もするね。終わり、終わるんかそう、今日は同期と、そう、同期とのお仕事でね、そうそうなんです、同期とお仕事で。なんかカレー臭い家がカレー美味しかったね。リップ貸して。あ、いいよ、使って。そう、今日は同期とのお仕事で、そう、髪型、今日は外出たりはなかったけど、帰りとか暑いかなって思って、そう、ポニーテールにした。で、巻き巻きした。自分ではあんまりさ、ポニーテールしても巻くことないから珍しいと思う。しかもめっちゃ高めの位置。え、美味しいでしょ、可愛いでしょ。そう、結婚してにしてみた。おう、ご連勤終わった。え、お疲れ様。すれば、僕ちゃんの日からまたか。え、頑張って。18ある。何で、そう、泣きしてもらって。うわ、いいな、前髪かわいい、嬉しい。だいぶ前髪が伸びてきたからね。そう、今度の僕隊までに切りたいなって思う。そう、なんなら、この間、そう、できなかったけど、リエチみたいに前髪なしにしちゃいたいぐらい。そう。いちごちゃんが、今、お片付けに目覚めてるの？これね、ゴミだと。ゴミはね、ゴミ箱に入れるのがいいんだよ。お片付けに目覚めております。なんでかわかる？ゴミだからだよ。はぁ、はぁ。これってさ、このまま捨てるのとか外役？しゃあない。オッケー。こんばんは、こんばんは。なんか言ってます。はあ、はあ。足がね、あ、ちょっとそこ絶対足置かないでね。はい。足置かないで、待って、待って、待ってね。はい。はい、はい、はい、はい。あ、疲れた。休憩、休憩。休憩、はい。っていうのが嘘で、休憩はしませんと。あ、はい。これね、どんどん片付けて、どんどんね、片付けるのがね、大事なんですよ。はい、わかりましたか。はい、これゴミですね。ゴミはね、やっぱりゴミ箱に入れましょう。なぜならね、ゴミだからね。どうしよう、私が話すタイミングがない。黙ってる今。え、関係ない、喋っちゃいます。え、くっせっ、え、くっせ、私もとりあえず配信しよっと。あ、それ使うの？使うよ。うん、だからこれをどかしたかった。なるほどね。いちごもこれからするらしい。足、足、これがいい。あ、わかった。え、スタンドあるよって言ったら置きたい？手で持ちたい。置きたい。うん、手で持ちたい。置きたい。うん、ああ、ライトつかないけどさ。うん、皿洗いしなきゃですね。皿洗い、もう最悪、もうそういうこと言わないでください。待って、ここがないからやっぱ無理かも。困ったな。なんかいちごが困ったドタバタ大危険してる。困ったよ、困ったよ。ああ。もうない、ごめん、やっぱり無理だった。してくれる？全然ありがとう。いて。騒がしいよと、ちょっと落ち着けるかな。騒がしい日々に。いて。うん、私まで照らされた。いちごの声配信。何かな、これは。ちょっと邪魔かな。
じゃあ話しましょうか。はい、今日はまあ一から話そう。お仕事でしたね。そうですね。お仕事、はい。同期とお仕事で。そうですね。初めてのお仕事だったよね。はい、そうですね。初めてする。その通りです。するお仕事。そう。きっと夏中にはわかると思う。何か映る？ちょっと待ってください。あ、映らない。映るんかい。はいはいはい、ピースピース。楽しかった。え、楽しかったです。そう、同期とだったから。あ、しんちゃうよ。あ、そう、3期が一気にみんな始めてる。おっとおっと、引いたの。え、カーリングのね、そう、髪の毛が抜け落ちた。出てたよね、さっき言った。そう、さっき、さっき。あ、一応始めた。ヤッホーインピースピース。あ、危ないですよ。こんばんは、こんばんは。ヒロさん始めた。そう、カレアイの、うん、ショールームオーディションか。はぁ、あ、今日からなんだ。いいね。オーディション懐かしい。なんかテンション高いんかな、今日。なんかやばいよね。うん、高すぎる。ラペチーノさん抜いた、ありがとう。なんか、これが噂の農量。そう、農量。農量量ですか。氷のギフトね。去年こんなんなかったよね。僕たちありがとう。そう、こちらこそ。大丈夫、泣かないで。泣かないでね。怖い、今同じタイミングでした。泣かない、泣かないで、泣かないでね、絶対。もう泣いちゃうよね。ごめん、やっぱ泣いてもいいよ。泣いてもいいけど、やっぱり泣きすぎると目とかが腫れて結構ボンボンちゃんになっちゃうから、ボンボンちゃんほどほどがいいよっていう話です。ヒロさん、あやたらさん、ありがとう。結婚したはすいませんけど、ゆきみさん、ありがとう。うまちゃん、そう、配信がちーさん、ありがとう。いちご、この時間の配信珍しくない？そうだよ、珍しいって言ってる。いつもね、22時台です、23時台。最高でしたよ今日は。そう、君って君って最高かい。おー、ひーちゃん始めた。みんな始めたな。みんな始めた。もしかして、もしかして、桃鉄。この後は桃鉄したい。桃鉄で、私はね、そうなの。悲しいことに明日から テストが再開。あれれれれ、山梨行くの。したグーさん、ありがとう。トワノさん、結婚してかける10。無理かける10です、ね、タイミングが一緒だった。 NG かける10です。こんばんは。片付けは終わったの？今回、うん、嬉しい、ありがとう。諦め。あー、くまちゃん、りんごさん、ありがとう。テストさん、そう、テストさん、ちょっとやだな。今日は眠いです。あんたさん、ありがとう。テストさん、やだです。そうだよ、睡眠時間は2時間。だからね、眠いよ。テストさんか、言うのも始めた。みんな始めてる。もしかして、もしかして、え、みんな同じ場所におるんかな。そう、アンタンさん、ありがとう。ニスペース、ありがとう。テスト嫌いみん。リアチカスミンと同じしてたけど、すぐに飽きた。え、でもその後に、そう、なんか4人でリアチと、そうなの。ゆ、あ、違う、ヒーちゃんと私とウエノと雇った時は楽しそうにしてたよ、リアチ。カスミンがちょっと。アンタンさん、ありがとう。え、そう、今日なんかニュース見てたら、一番、なんか今日の一番暑い場所ランキング1位、山梨のなんか甲州市だった。だから広島は、涼しい。それは嘘だけど涼しい。でも広島涼しいよね、だいぶ。え、やっぱそうだよね。岐阜の方が暑いけど、もちろん暑いのは当たり前なんだけど、うん、ね、スーさん、結婚して、うん、NG、 平塚さん、ありがとう。安心して、じゃあいつか急に。いいよ、私はみんな始めた話。ね、みんな始めてる。結婚して、珍しいよね、この時間。今日早寝したい。さすがに早寝したいところではある。今日暑かった。え、今日はね、日差しがめっちゃ強かった。なんで今日みんな早いんや。カンカンでした。え、今からオールナイトゲーム大会が開催されるのかもしれない。明日テスト勉強と並行してやります。チェゴン来てるよ。こんばんは。みんなね、早い。ゆたろさん、かわいい、ありがとう。岐阜はそう、多治見とか暑い。そう、ね、岐阜も山梨も暑い場所だから。岐阜暑い、山がね、熱くしてるんじゃん。
なんだろうね、海なし県、海がないからか、その風が吹いてもさ涼しくもさ、内気ね、内陸が暑いんで、そう、ひんさん、大変だか、みなさん、ありがとう。でもさ、夏で一番暑い時期ってもうそろそろ来る、8月とか、最悪すぎる、最悪じゃん、まだ暑くなるよね、これじゃ暑くなってさ、アイスと共に行きます、一体誰のため、盆地か、あ、なんか、なるん、習うね、さん、ありがとう、社会地理とかでさ習ったや、盆地カードゲーム、あー、今日なんかバグりがち、やばい、なんちゃもんじゃしよう、やばい、バグったバグった、バグったバグった、え、バグってる、ね、バグってコメントが見えなくなった、あ、待って、教えて、もう一回戻します、あれれれれ、あ、え、ほほほ、こういう仕様なんじゃないの、ほら、あ、そういうやつなんだ、今知った、あ、ほら、え、え、すごい、え、それが追加されたんじゃない、アップデートで、うん、ね、こんな仕様なかった、トンさん結婚して塗りぽよ、なんか仕様が変わってちょっと大変、パイさん、スーさん、ありがとう、こんばんは、熊谷はね、暑いって聞く、名古屋も MC やつ分かる、名古屋行った時暑い、アーニくん結婚して、そうなの、暑いから無理、降ったから涼しい、あ、なるほどね、もう急に降ってくるとびっくりする、埼玉もね暑いね、やっぱ海の試験はダメだ、暑いんやな、うん、サイドポニーってどう思う、え、コーチー見て、コーチー、スリさんの印象がある、え、わかる、私もパセリさんサイドポニーの印象強い、あと鉄壁の前髪って感じがする、うん、すいつも綺麗、そう、え、命の歌フェスのさ、うん、パセリさんのインク可愛かったよね、可愛かった、5回ぐらい一緒に見てるね、リピートした、サイドポニー、いけない、泣きそう、泣かないで、泣かないで、長い、長いじゃない、高いね、高いよ、まあまあ、でも10、なんか2日とも同じことする予定だから、オッケー、ピヨピヨって感じ、今日テンション高い、今日がいいかな、泣いた、うわ、泣かない、今日泣いてる人多いな、いっぱい泣いてる人がいる、そう、今日は泣いていただきました、サイドポニーね、してみようかな、どの辺の、じゃあ高い方が高いかな、なんかでも顔がもう一個あるみたい、毛量が多すぎて、こんぐらい控えめな感じ、分かんないけどしてみたいね、まだしたことない髪型とかしてみたい、したことないのなんかあるかな、羊さんしたことない、猫ちゃん、あ、猫ちゃんも、クラゲさんもしたことない、え、クラゲしたらさ、みんながさ、ショートにしたらさ、こんな感じなのか知れるからさ、うん、え、やってみよう、ハイポニーかわいい、嬉しい、25の髪型ね、もう決めてある、でも言わないよ、言わないけど決めてる、嘘だよ、言わないよ、安心して、連休明けの仕事かわいそう、泣かない、いで、上の方がいいかも、上はかわいいよね、泣かないですよ、ポニーはやっぱり高いのがかわいいよね、なんかさ、結婚してできないよ、クマさん、ありがとう、今映っていい時間ですから、奥田さんは大丈夫です、中田さん映って、せーの、なんか低くね、25に楽しみ、え、嬉しい、来てくれるの嬉しい、Thank you. 25はまた、もうそういつもね、クワトロで、前回あのエディオンだったけど元のクワトロに戻るから、ちょっと記憶を戻さなきゃいけないです、そうです、業務連絡、キャンパスボード注文済み、よかった、できたみたいで、もう接種注射ってこと、そう、泣かないでだよ、それは、こんばんは、こんばんは、みんな泣きたくなったら私に報告して、泣かないでするから、こんばんは、え、あ、来ました、来ました、どうしたの、え、これがさ、なんかちゃんと立たんくてさ、あー、なるほど、え、それね、明日歌唱力だ、そうだそうだ、歌唱力ですね、歌唱力、同期はサッティが出ます ね、 そうね、まあ私ら歌う曲はまあね、知ってます、知ってるんですけど、楽しみにしてて、そう、明日プレッシャーすごそう、頑張ってほしい、大変だよね、今日チョコミント食べたからサッティに報告したんだよね、チョコミント食べたよ、うん、そしたらサッティもチョコミント食べたよって感じそう、デイリーがそう変わるんよね、仕事切り上げて向かいます、嬉しい、ありがとうね、わざわざうちは買うとき奥沢1枚って言ったらしい、間違ったの奥沢1枚あはにゃーってなる、それは結局奥田だったのか北沢だったのかが気になりますね、奥田と北沢なのか両方なのかね、どうだったんだろう、
沖縄そうなの。玉川さん、玉川さんありがとう。サッチ頑張ってほしいね。STU のメンバーは、リオさん、リオさん、サッチ、シミサルさん、うん、4人ですね。みんなお若い。え、若いね。若い。若チーズ。すごい。チョコミントマスター、楽しみ。大丈夫ですか。ね、STU48 裏メニューね、普段さ一緒にレッスンとか受けてるやつんさん、やつみさん、サッチーがね、そうやって大きい舞台で、そうそうやって活躍してる姿を見えるの嬉しい。私もいつかね、そう大きい舞台とか立ちたいですね。ハセイさんが喜んでる。電子バットが飛んだのかな。何ハーフトイン、こっちは上目だよ、普通に、なんかそんなあの持つ感じじゃなくて後ろに持っていく感じ、こうやって近、そうそうそう、それ発信やそういう感じ、そう解析で嬉しい。シャリカさんユニアンと3人でサイドオフ似てるしようねって言ってました。どういうこと。いちごと私も。じゃあソラハさんも。あ、4人。どういう状況。どういう状況すぎるけど、え、したいサイドポニー。今後先輩方と、ね、一緒のステージに立つ時とかに、どっち、え、したい。そう、電車バトが飛び交う世界線。ハセリさん、あれ、ハトが飛び交ってますね。アイス2年連続1位おめでとうございますだ。25日の髪型はハーフツイン。それはある。なんかもうわし髪型にこだわりがなさすぎて、正直何でもいいので。チョコミントね、まあまあ、美味しいよね。電子としましたです。かまちゃんか。ほら、ありがとう。高めツイン巻き、あ、確かに。コロネ巻きのツインとかしたことない、まだ。え、リア中がしとって可愛かった。え、してたね。可愛いよね、あれ。あの、伊勢桃香さんのイメージ、私。うん。コロネツインは。そう。あとしてみたいのは、なんだろう。うん。リンゴちゃんヘア。リンゴちゃん。リンゴちゃん。さあ、どう。じゃなんかここピュッて縛るみたいな。なんかあるかな。でも髪が長いからね。いろいろアレンジできるよね。でも三つ編みでお下げとかしたことない。三つ編み込みって今言おうと思った。ああ、いいよね。三つ編み。そう、結婚して。ちょっと難しいよ。カセリさん、一日最高16個。アイスでしょ。アイス1日マックス何食べたことある？なんかさ、そのサイズ感によるくない？うん、わかる。そう、ファミリーパックみたいなやつのさあるね。箱アイスなのか、一個一個コンビニとかで売ってる100円ぐらいのやつなのかで変わるけど、箱アイスとかなら全然10は超える。でも一個一個のアイスだったとしたら多分 4,5 個とか 4,5 とかじゃないかな。ちなみに最近ハマってるのは板チョコアイスです。チョコアイスね。タチョコアイス美味しいよ。玉ねぎ、玉ねぎ。かわいい、やっちゃう。で、あずみさんがさ、この前やっとったさ、ふわーってなってるさ、やつ可愛かった。ふわーってなってる。ツインテールだけど、ここが編み込んで、ふわーってなって編み込んでる。かわちいでした。かわいかったね。なんかこの前さ、YouTube かなんかハート、その編み込んでハートになるやつ見たね、一緒に。あれ可愛かったね。なんかここロングで、うん、変わってかった。ハートがここにできる感じにするやり方があるみたいな。アイスのみピノとかが簡単。白クマ美味しいね。美味しいわ。ちょっと鼻かゆいから書いてくる、ね、あ、投票始めようとしてた。何の投票や、うん、猫耳似合うかな私。じゃあ新目にしよう。こっち、こっちあ、一個一個ってこと？こういうことやばすぎん。あんま映れない。ないですよ。気をつけましょう。ごめんなさい。いいと思う。それなんかクルクルしたら多分さ止めれる。違うよ、止まらないんだってこれ本当に。壊れてる？じゃクルクルしとるんよこれ、最高潮に。なんで？わかんない。なんでだろうね。危なかったです。ハーゲンダッツの、そう、ミューポーにもらったんでも可愛すぎてあれは使えん。さすがに可愛すぎるよね。クルさん？そう。
ホワイトさんありがとう。チョウさん考えた、え、猫踏んじゃったのやつ、キャッチフレーズ、キャッチフレーズね、本日のやっぱポテトグループのなんか本日のなんていうんだろう、その自己紹介って言うとやっぱりあれを皆さんやられてるからね、私も作りたいし、同期みんなが作ったら見たいなって思う。クマちゃんとかあるね、あるね、ニックネームユニア似合わないといけない、確かにね、ガンティーガンティーかわいいの見て、レモン、ね、待って、私今日ね、そういえばね、ご報告なんだけどね、あの人生初、人生初第3、ね、ペッパーランチを食べました。いや、あ、そこでペッパーランチって当てる？当てるよ。人生初ペッパーランチを食しました。美味しかったです。そう、なんかかけるソースタレが2つあったんだけど、辛口と甘口だったけど、交互にかけて美味しかった。絶対に甘口。そうペッパーランチ人生 初でした。初挑戦。ジョージペッパーランチ行くの巻きやばい。ペッパーランチ、え、そう、コーン美味しかった。コーン、いや、甘口やって。そう、コーン食べれんからユイナにあげた。そうプレゼントだからユイナだけコーンの量やばかった。そう、黄色かったもん。コーン倍になっとったよね。違いもらったから。何注文したの？え、あれなんていうんだ、一番、え、あれ普通にペッパーランチの M サイズみたいな、うん、一番普通のやつ。ペッパーランチの M サイズ、普通一番定番のやつだと思う。かまー、そう、690円ぐらいだった。790円かな。そう、定番のやつ。握手会前に行ったことある。え、いいね。ペッパーランチなんかね、食べたい食べたいと思って、岐阜にもあるけど夏に行ったことなかったんよ。初めて行きました。食べたことない。じゃあ今度行ってみてよ。私コーン大好きだから嬉しい。コーン、そう、お母さんがセットした時の、え、嬉しい。ケーキで撮ってる写真かな。 あれ私はあの髪型好き。ボギフの方の紹介でやってきました。心当たりがある。ありがとう。めっちゃなんか、そう、今日ボツするから、オッケー。うーん、アイライン、ね、今日でもあんまうまくいかなかったよ、アイライン直したけど。アイライン、うん、おー、デコだし、アーシャリエチじゃん。ペッパーランチ、え、わかる、イオンのフードコートあるよね。2回目の訪問、ありがとう。あ、ペッパーランチ仕事中だった。そうなのね。それは、そう、トールサイズ、トールサイズ、ワークワークしよう、ワーク、そう、なんか普通のサイズ。10年ぐらい前ね。エンジの企画開けぎり書き換えんと、そう、ね、私もエンジのやつ全部ST48 に入るまではずっと岐阜でした。岐阜から出たことなかった。書くよ、書いてプレゼントしよ、一緒だ、っていうどっかですれ違ってるかもしれない。それはドエス。でも来てくれたら、あの、うちは多分全員にあげられる。大垣のところか、くじ引きで当たったら裏に書くよみたいな、うんうんうん、すごい地元話が通じておもろい。ペッパーだけ、え、そう、胡椒が効いてるの美味しい、好き。そう、なんか最初はあんま、なんか夏バテでね、食欲がなくってもう食べれんやって思っとったんだけど、いちごが一口くれて、でその後ひーたんとね、いちごもね同じのを食べてたから、それの匂い嗅いでたらちょっとずつ食欲湧いてきて。匂いが悪いよね。え、匂い良すぎるよね。違うの食べようと思ってたのにさ、匂いが美味しすぎて嗅いちゃった。そう、それで結局食べれました。完食でした。そういうこと。そう、よかった、今日は食べれて。ボゴーに買ってベスト8、すごいね、これいいですね、いいですね。え、今日さ、男子バレーがさ、え、世界ランキング1位の相手に勝ったっていうさ、ニュースを見てすごいってなった。そう、岐阜の中だったクラディ15分ぐらいの近い、それは。いいね、食欲復活。そうなの、今日は食べられた。当たったら楽しい。そうだよ、ペッパーランチ美味しかった。また食べたい。びっくりドンキ、え、行くよ。なんならちょっと前に行ったよ。そう、倒したらしくて、25は泊まりだから、どこで食べるか悩んでる。どこがいいんだろう。いろいろあるよね、25。どっかおすすめのご飯屋さんは。あ、よく行くとこね。陽気でもいいし、私たちがよく行くやっぱりステーキも美味しいし、何を食べたいかによるよね。広島の話だよね、あの辺だよね。
丸み食堂も美味しいし、ね、夜ご飯昼ご飯全部か分かんない、泊まりだって。あ、なるほど。え、夜までやってるところやっぱりステーキ、やっぱり、いや、やっぱりやっぱりステーキ、やっぱりやっぱりステーキ、うん、やっぱりね、バレーメダルだったらいいよね。ね、オリンピック始まるってね、すごいよね、勝ったの。マレーシア食堂よかった。そうだよね、私もあそこ大好き。近いうち持って行きたいわ。こんばんは。やった。そう、いいね、いいね。こんばんは、こんばんは。眠いね。そう、地元にいないから行ってみた。行ってほしい。やっぱりステーキ美味しいよ。そう、今なんか夜に行くとさあ、ちょっとお得みたいなやつやってるよね、うん、そう。決勝行った時、陽気のラーメン食べた。マジで美味しすぎる、陽気ちゃん。ポーランドかな、かな、どこだっけ、忘れちゃったけど、でも日本は2位だってね。ポーランドって言ってた。ポーランドか、うん、そう、すごいよね。もう陽気のさ、ラーメン替え玉制度が欲しいなって。わかる、美味しいよね。あ、お昼に焼く気がする。そうやね、私も、あ、私まだね、あそこ行くとやっぱり、やっぱりね、かき氷がね、美味しいでしょ。かき氷、かき氷じゃない、唐揚げがね、美味しい。かき氷でもいいですけど、かき氷もいいよね。嬉しい、なんかみんなが前髪を褒めてくれる、前髪ないのを褒めてくれる。雪帽子美味しい。雪帽子行きたい。行きたい、行きたい。今月中絶対行こう。行きたい、行こう、行こうも。じゃあ今行こうも。今やってない。今やってない。じゃあしてこわした。あ、明日テストか、明日テスト。雪帽子行きたい。いや、もうすぐ行こう。ね、雪帽子ってなんか毎月変わるメニューみたいなのがね。チョコミントがあるんだって。今？うん。今月のってこと？それは。わかんない。チョコミントがあるって噂に聞いて。へえ。サッチーさんから。ええ。これはやばいとなっておりますが。なんか月ごとにね、まあ、なんか変わるメニューみたいなのが、私は去年の12月のクリスマス頃にね、行ったら、そう、クリスマスのツリーみたいな、そう、あのかき氷食べたんだけど、今月は何だろう、気になる、食べたい。この前のさ、僕たちのひまわりの時にさ、マジで手をさ、雪帽子、思いっきし見せて、公園の後行ったら嬉しい。雪帽子いいよね、あそこなんか本当はポスターも飾ってあるらしいじゃん。なんかすごすぎるよね。こうやっとって嬉しい、また行きたい。私もやらかしたって。そうなの、ニヤニヤしながら踊ったもん。今度行ってみた。ぜひぜひ。あ、配信でチェックしたら映ってなかったよね。いいね、いいね。たい焼きつらいそうになりました。あのたい焼きね、なんかちょっと思い出だわ。こんばんは。あれ美味しいよね、天然のたい焼き。誰か部屋にいるの？そう、なんか誰かいる今。誰飲む？誰の、誰にゃん、誰にゃん、ゆにゃん、ゆにゃん、あ、ゆにゃんって言っちゃった。こんばんは。いいね、前髪やった。行きます。確かに今はね、行列すごそう。でもみんながさ、前髪ないない、ない、ない、なしいいよってめっちゃ言ってくれるから。だから言ったじゃん、私が。ちなみにね、いちごちゃんの前髪がないのが可愛いことを最初に気づいてたのは私だから。私ずっと言ってたよね、ずっとね。もういちごは前髪ない方がいいから、本当になしにしてってずっと言ってたの。そしたらね、僕たの時ね、なしだったから、案の定やっぱ可愛かったです。スミカ、ありがとう。よきでした。よきでしたか。よきでした。なんか上に上げるのもいいけど、あのあれってなんか編み込み中に入れてた感じかな。横にかな。そう、あれ似合ってたよ。ユニークな、自分も行く。じゃあもう明日から、ま、いい、前髪剃ろうかな。全部切って、もう前髪剃って、前髪なくす。もう前髪ないキャラ、リーチから継承ということで、あと次2代目。そう、でも前髪好きだからちょっと厳しい。でもこのあれじゃない、あれメイクさんにやってもらえれば流せる、ん、うん、流すことができる長さなら、たまにやってみてもね、いいよね。そう、多分公演がね、あったりとかしたらあれだけど、感じだよね。一回行きます。ぜひ行ってほしい。行きます。ありがとう。美味しい。STA のメンバーとか、STA のファンの方もよく行くとこだから。いちごちゃん、今お金あるんだね。そんなことは言ってないよ。お金はいつも。ナスティング。でもなんか、よくメンバーさんの X とかインスタとかで見るんですか。そうなの、ね。なんかさ、X とかのさ、前髪なし公園、Twitter のさ、いつかしてみたいよね、おすすめみたいな、なんかタイムラインとかでさ、ファンの人の投稿めっちゃ流れてくるの。してみたい。やけ、私前髪なし似合うかな。まあ普段結構するけどさ、絵文字
絵文字これ何メイクもして、まあ、ハンマーク的な絵文字がさセットしてっていうのはあんまりないから、ね、いつかしてみたい。てるよ。え、岐阜はカールのおじさんやばい、やばい眠い。なんか小さい頃行ったっきりで行ってないけど、赤ワニってところのかき氷が有名です。移転したらしいんだけど、赤ワニちょっと難しい字だよね。岩沢行ったから今度行きぼし。岩沢はさ、岩崎とか25の枠隊の仕事終わり。嬉しい。岩沢美味しかった。美味しかったでしょ。なんかさね、こうやってさ私が食べた方じゃない、1回じゃなくて2回食べて、ね、できればね、もっともっと毎週のように公園にね、出てたら嬉しいなって思う。おでこだし、よかったよ。公園、頑張ります、25の。おでこだし、よかった。赤鬼、そう、その字かな。むずいよね。結構メイクさんもやってる時に、前髪、なんかいいよ。なんか、だから行ったじゃん。暗い感じだから。だから前髪重めが好きなんですよ。私は前髪重めが好きなんですよ。前髪重めが好きなの。だから、うん、だからもうじゃあ全部剃るから、剃ればいい、剃ればいい、流せばいいんだよ、剃らなくても。じゃあ切る、ここまで切るってセットむずくなるよ。じゃあここ切る。ツンツクツンツクするよ。ツンツクツンツクツンツクチャンネル。そう、赤鬼に、そう、難しい字。雪帽子でもさ、行ったことありませんが、ないんかい。最後なんかストローでさ、そう、眠いよ、飲む。あ、映ってた。本当、ここ3日ぐらいなんかしっかり寝れてないかも。ここ3日ぐらい睡眠時間が毎日おでこです。これ1、2時間、まあ、最近ちょっとだけお肌が荒れてピエンって感じ。だから眠いですね。そう、おほんまゆ、ほんまゆ、ステイさんありがとう。明日もね、テストはあるけど、レッスンとかはないから、うん、テストが終わったらゆっくり休む。こそちゃんスタイル。まあ明後日もあるんですけど、明日明後日テストが終わりです。まあ、いつかしますよ。天色さん、Xのホラーさんね、キリガヤ君今2900人になった。あー、次は3000。今日テンションがさ、1000の位が変わる。6体限定。時間がないから眠れないか。めいなちゃん今日眠れないよ。テスト勉強しなきゃ。眠れない。でもなんか寝たくても眠れなくない？最近わかる。不眠症。なんか寝たくても、うん、やばい、レッスンこれ覚えなきゃとか、そうなの、怖い、なんかやばいとかなって、もう眠れなくなって。新しく覚えることがいっぱいあるからね。早く発表されてほしいね。それもね、なかなか発表されない。そうだよね。そうなの、更新してるのを見よう。眠るか、もう本当に眠れたかな。あ、しあったフォロー、待ってる、ありがとう。めっちゃ悔いが出てやばい。でも確かに先輩でもおでこ出してる方ってあんまり、でもあ、いるか、そらささんとか、うん、藤さんとかもたまに出してるし、まひなさんもたまに出してる。アリサさん、あ、確かにアリちゃんさんも出してる。クルさんもこの前あげた。頭が寝れない感じなのかな、多重音声だよ。もうあくびしすぎて今さ、目が涙目になってる。うるうるしてる。もう光が入りやすいんかも。ゆうなんが上着をいちごちゃんちに忘れた。いちごちゃんの匂いになってた。絶対嘘だよ。言ってたよ。え？ゆうな、なんか私のリュックにいるよってさ、ここのいちごんちに一回ついた時に出したじゃん、うん、でそれで置いといて、でその直後にゆうなんとこにさ、届けに行ったやん、うん、でその次の日のレッスンの時、ゆうなが、あれってリュックから出したって言って、うん、出したよって言ったら、めっちゃいちごの匂いしたよねって話した。いちごの匂いってどんな匂いな？いちごの匂い、なんやろ、柔軟剤じゃない？よかったな、臭いってことかと思う。臭いんかと思いましたよ。やばい、それはやだ。そんな好きなアイドルが臭かったらやだよ、やだね、泣いる。やだ、だって自分の字が臭かったら嫌でしょ。うん、それすらも愛する、それすらも愛する強い心の持ち主。ああ、だから、イエナがもし臭くても大丈夫だよ。臭くないから、臭くないから、やめて。やだ、匂った、やだ。雷鳴ってる。ほんと、車では行きやすかった。前髪の重さ、そう、いちごの匂い、甘酸っぱい匂い、やばい。果物の方やから。スキンヘッド、そう、スキンヘッド、名前覚えた。少し勉強してみた方がいいかな。
千葉ちゃんは22までする配信、22までするでしょ。2になったらもう絶対映んないで。やばい、眠すぎてってこと。ん、眠すぎてってこと。どういうこと。眠いのはあるけどテスト勉強もやばい。それして、普通に考えてご挨拶して。え、桃があるの、いいね、行きたい。でもあれ果物、果実とみたいなタイトルだもん、ね、おやつカルパスの匂いやばい。横がそう、あくびがそう止まらないまま。リーズガス、トンさんありがとう。前髪さ、久しぶりに前髪をちゃんとセットした気がする。毎日適当だった。もう涙目、うーん、眠すぎる。神の重さ初めてわかったよ。今日は1時間半とかかな、見たな私多分。君の気持ち背負ってみて知った、心が知って。そう、イチゴが珍しくイチゴがいいこと言った、やばいやばすぎる。そういえばね、あれなの、お誕生日とかにいただいたねタワーをそろそろお礼をしたくって。だけど今もうレッスンがパンパンに入ってて、入ってない日にしたいなって思うけど、急に入ったりとかもあるから、そう予定を立てるのが難しいなって感じで、早めにはしたいと思っております。確か前髪上げてる人がいないからね。なかなかピーターとかあずみさんとかのために上げてるイメージ。カクテル本当だ。 YD さんありがとう。うん、眠いです。リエチが未だにキャリー引いてメンバーの家にいる気がする。わかる。で声がしてきても違和感ないもんね、うん、もうお別れをした。無理しないで、今日はやめる。そうなの、今回テスト大事だから。え、でも浴衣とかもさ、今年はね、2年生の時以上に3年生はおでこ出してくれた。特に前半はね、成績大事だし。モデル参加してた。そう、3年生になって今毎月の課題も、そう2年生の時よりもだいぶ点数も取れて頑張ってるから、テストもいい点取りたいな。そう、スラマさんはデコ出し先輩。デコ出しの先輩。ネオニャンクだからね、みんなから寝ることを勧められております。じゃあ、寝れないんだよ、勉強しなきゃいけないから。寝ちゃった。でも早めに勉強して早めに寝る大事。最近さ、ゆいなのほっぺをさ、こうするじゃん、うん、これ力強いって怒られた。結構ガチで怒られた、うん、いちごが最近ね、こうやってしてくるんだけど、うん、もうめっちゃ痛いの、こんなにしてくんの。それはしてない。痛いって言って今日怒った。ガチギレチャンネルされた。そう、ごめんね、邪魔して。邪魔しないっつって、あのさっきまでしてたやつして。もっと強くてもうギュイーンって感じだった。いや、そんなことはない。もうなんかフグみたい。心理力のさんの好き。クッキーさん、さんありがとう。第2のひなさん、パンさんありがとう。甘い香りストロベリー。風評被害、マネさんありがとう。キャさんありがとう。タコ氷タコ。イモスもまだ出たいね。リーフブーム、ひなさんですね。ひらひら舞い降りてきたリーフ公園。サラハさんノースリーブ、ノースリーブ日焼けしそうで綺麗。握力30、わかんない、握力わかんない。青木さんありがとう。七並べ後継者。そう、七並べのさ、なんか受注見舞いみたいなの届いたらしい。七並べ今日私した。知ってる、見れた。今日4回か5回ぐらいした。1位取れた、1回だけ。ヨガだね、取れてね、嬉しかったね。はーい、私は基本ね、握手したから3位とかが多いですね。ヒータ22位が多め。あ、今日届いた、嬉しい。ヒーちゃんもヒータもね、嬉しいな。2個上か、暑い夏、うん、今年もね、楽しもうね、夏も。こんばんは、こんばんは。もうなんか目がうるうるしすぎてさ、光が超綺麗に入ってる。配信見て。うん、めっちゃ綺麗に入ってる。ビジュいいね。うん、ビリュ。眠いの？眠いです。でも今日テロップ書いてない私。
どうしよう。長期さんありがとう。22までしようと思ったけど眠ですね。メイクも早め落としたいしね。もう今日は結構朝早くからのお仕事やったに、家出たのが9時とかで、肌とかもメイクとかもしてたからちょっと早めに終わろうかな出落ち配信ミキさんのイメージ叩き起こす嫌いやー、うん、俺の嫁さくらさんありがとう。あれの嫁、あれの嫁、こんばんは。サイドポニーね、45になったら誕生日しようかな。言われすぎて眠くなってきた。15も？で、私今日あれだ、いつもさ22時に配信終わるとさ、お休みメールが基本送れないことが多いから、 いつもよりちょっと早く終わってお休みメールを今日は送ろうかなお休みメール送って、遅れたら七並べをして寝ようかな。ちょっともう配信ではもう寝落ちが怖いので。ミミさん、アオキさんありがとうそう、そう思う？うん、違うと思う。テスト勉強は一応するします。何の勉強？でも私の学校は午後から、だからテストがそう基本手大きい、午前も勉強できる。え、多分手も大きいし、大きい手合わせようじゃ。あ、行くか。ちょっと待って、ちょっと待って、下合わせて。もうそんな変わらない。ちょっと一応大きい。あれ、だって違う。待って、ここに合わせたんじゃない？親指短くない？私なんかでも中指なんか長くない？指の長さ初めてわかったよ。こんばんは。いちゃいちゃしだした。はにゃ、え、夜するより朝する方がいい言うよね。朝が弱いでもそれはちょっとね、静かめ、理想ですね。なんかナーピさんとか顔小さすぎて、もう片手で握れそう。そう、ね、今日はいつもより早めに寝たいな。なんか最近寝れないこと多いけど、今日なら寝れそう、このまま。そうなの、配信してたんだ。じゃ、私は先に壇上読んでもう終わります、うん、ちょっと今日はちょっとお眠すぎますので、18からいきます。聞いて、18って言って。18なおくん、あと、しょうがゆいにゃん、たおしやおさん、17位、ももさん、16位、ラベンダーさん、15位、リラックマさん、14位、かまちゃん、13位、エリックさん、12位、かっこワイプさん、11位、レグルスさん、10位、ヤトンさん、9位、ディネさん、8位、アカッピさん、7位、スプマーテさん、6位、ヨシミさん、5位、イケビスさん、ヨマちゃん、トマトさん、ヤマシンさん、どこ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 。今日のランキング1位はワンタさん、ありがとう。ゼロイーって言いそうになった。ゼロイー存在しませんね。存在しない、ゼロイーやばい。22時までしようと思ったけど、もうお眠すぎるね。今日いつもよりも早く切り上げて、ちょっとでも早く寝て明日のテストに備えます。頑張ります。ちょっとテストね、頑張ろうと思う。そう、今七並べしてたら A パセリさんのお父さんと当たったの。すごじゃあ、すごすぎパーティー。配信が終わったらメール送って、その後数回だけど多分七並びするから、この後もしかしたら当たれるかもよ。じゃあね、おやすみ、バイバーイ。ごめんね、早く終わって、また明日ね、バイバーイ。高速の時、お父さんと